ああ、いい見晴らしだな。これが洋服ダンスと。今さら決心に変わりはありません。早速仮面のために隠れ場所を見つけてきてやりましたよ。いや、そういう意味じゃない。私がお尋ねしたのは。ああ、先の計画のこと。あなたと仮面の二重生活が持つ意味について。結局互いに補い合えばいいわけでしょ。うまくいくのかな、そんな風に。その部屋で一体私が何を考えたと思います？そうだな、多分持て余すほどの自由さにどこから手をつけたらいいのか。いや、嫉妬についてでしたよ。嫉妬？うん。だってそうじゃないですか。妻が嫉妬しなければならないようなことを私がしでかすはずはないんだから。すると仮面で取り戻すべきものは奥さんの嫉妬だということになるのかな。あり得る全ての人間関係をでしょうね、嫉妬も含めて。もう一度繰り返してお尋ねしますが、世間から怒りを上げることより世間に怒りを下ろすことの方に関心をお持ちなんですか？いけませんか？いや、精神病理学的に見れば誠に健全な傾向だ。私はあなたが自分からの脱走に我を忘れてしまうんじゃないかと案じていたんだが。まあ、立場の相違でしょ。このプラスチックはなかなか面白い性質を持ってましてね。このままだとただの粘土みたいだが、こいつにこう方向性を与えた途端にね、ゴムみたいに伸縮性が出てくるでしょう。しかも弾性ケースが皮膚の細胞繊維にすこぶるに通っている。こいつをランゲル線に合わせて重ねていけば皮膚と同じ構造になってくれるはずなんだ。ランゲル線？皮膚の細胞繊維の配列ですよ。ほう。それでどんな顔になるのかな。いや、無論先生にお任せしたわけですが。ええ、任せてください。とにかく骨格には手をつけず、元の皮膚の厚みもそのままなんだから制約が大きい。まあせいぜいが元の印象をとどめないくらいで精一杯でしょうね。そのマスクと皮膚の継ぎ目はどういうことになるんです？そこですよ。厄介なのは眼瞼部だな。やはりサングラスでも常用していただくしか。お任せした以上不平は言いませんよ。